はい、エルカチャンネルのしおです。今回の動画なんですけど、ここをですね、交換しようかと思います。ここだけじゃないんですけど、暗くなってきたら明かりをつけるじゃないですか。そうするとですね、こういう文字のところとかがオレンジ色に光ります。はい、こんな感じですね。エルカチャンネル、こちらを用意してみました。メルカリに出てたんですね。照明がもう交換してあるやつです。だからこれと今ついてるやつを入れ替えるだけです。エルカチャンネル、ではやっていきたいと思います。この周りをですね、まず外すんですけど、こちらを使って開けていきたいと思います。よいしょ、外れました。そしたらですね、ここ線がつながってるので、これを外します。よいしょ、外れた。あとはですね、裏側を止めてあるネジを3箇所外します。はい、外れました。そしたらこれを新しいのに変えていきたいと思います。エルカチャンネル、はい、こちらが今回取り付ける方ですね。で、こっちが元々のやつ。これだけじゃですね、全然わからないですよね。はい、ではつけていきたいと思います。取り付けました。そしたらですね、線をつなげて一度確認したいと思います。表示もちゃんと出てますね。エアコンつけてみますね。ちゃんと数字出てますね。で、このまんまだと分かんないですよね。ただこれが変わっただけなんですけど、どうかな、今でわかるかな。やっぱわかんないですね。まだ外明るいんで、夜になってからですね、どうなったかをですね、見てみたいと思います。エルカチャンネル、はい、夜になりました。では確認していきたいと思います。俺もまだ見てないからドキドキします。では点灯。あ、すごい、色がどんどん変わっていってますよ。あ、これいいですね。エルカチャンネル、いや、よかったですね。すっごかった。
そしたらこれを元に戻していきたいと思います。特になんてことないので、ただはめるだけですね。はい、OK です。終わり。エルカチャンネル、はい、どうだったでしょうか。色がこうキラキラ変わってすごかったですよね。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。